夏に失速する浪人生はとても多いんですよ、はい、僕夏に失速したんですよ。もう本当に夏失速して、はい、ということで、ね、まあ、もう浪人生のトークになると異様に盛り上がる2人っていうのはね、お前のやつと全然違うんじゃないかみたいな、はい、はい、武田塾チャンネル。まあ、時期的に、うん、これ、まあ、ちなみに収録6月なんですけれども、はい、まあ、みんなが気になるであろうって実際質問されてますね、よくっていうネタがあって、はい、何かっていうと、はいはい、夏の過ごし方、夏、受験の夏、受験の夏、あ、辛いな、うん、まあ、やっぱいろいろ気になると思うんですよ、はい、その夏どう過ごしたらいいかっていうのをまず今回やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、浪人生、浪人生、うん、さっき言ったけど、はい、別に夏だからって浪人生はさ、はい、変わんないじゃん、勉強時間自体は。そうですね、浪人生、うん、春から、冬まで、そう、夏休みみたいな感じですね、五七五にやると五七五だったよ今、浪人生、春から冬まで夏休み8文字あるね、真ん中がね、はい、はい、すみません、はい、で、はい、まあそれはいいとして、はい、あの浪人生はさ、はい、別に夏だろうが何だろうが時間は変わんないじゃないですか。そうなんですよね、浪人生はぶっちゃけもう毎日夏休みですからね、はい、で頭は夏休みじゃダメだよ、ね、時間的には、はい、要は浪人生は時間いっぱいあるわけじゃないですか。ありますね。だけど、はい、じゃあ何が変わるかっていうと、確かにモチベーション、やる気、モチベーション、はい、あのね、夏に失速する浪人生はとても多いんですよ、はい、僕夏に失速したんですよ。もう本当に夏失速して、はい、もう8月本当失速して、うん、もう本当失速したんですよ、はい、で3回言いました、重要なんで。浪人生はそれでもさ、はい、リカバリーしたからいいじゃん。いや、そうなんですよ、もう後半本当大変でしたもん、はい、その分本当に。で実は、はい、成績が一番夏がいい浪人生は多いんですよ。ああ、なるほど。そう、なんでかっていうと春の貯金があるから、はい、はいはいはい、あとはまあまだ現役生がこの伸びてきてないですもんね。で、はい、なんで夏からやれなくなってくるかっていうと、はい、まあ、周りがこう大学生が遊んでてやる気がなくなるのと、はい、受かると油断してモチベーションが下がってくるっていうのがあるんですよ。あ、確かに、なんか夏なんなんですかね、あれあれ。いや、僕は本当8月に、うん、あの僕自習場所変えたんですよ、あの僕武田塾遠かったんで、うん、その間に1時間ぐらいで行ける、まあ、それでも1時間かかるんですけど、うん、その自習室借りて、はいはい、そこで8月勉強したんですよ、1ヶ月間、うん、それが失敗だった。大失敗した。もう大失敗だった。もう本当毎週確認テストもうなんか何パーだったろうな、あれ8割切ってましたね、毎回。で、行かない日もあったし、最低でした、僕は。なんか暑いからとかね。そう、もうあれがなかったら僕は多分今のこと東大行ってましたね。やってないのにかも、はい、はい、冗談です、はい、すみません、ね、はい、あのやっぱりね、うん、1年間勉強続けるのって大変なんですよ、大変です、本当に、うんうん、で、うん、だからそういう意味でさっき言ったさ、あの志望校ワンランクしたっていうのも実は、はい、結構浪人生に結構大事な話でさ。そうですね、夏に入試があると思ってやってると割とサボりにくくなるじゃないですか。確かに確かに、そう、夏までこう終わらせなきゃっていう、そう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 、あれですよね、はい、だからそれを模して設定してもいいんだけど、うん、はい、ただその意識を保ち続けるのが本当に大変で、はい、特に夏はみんな周りが遊ぶから、大学行った子たちが、うん、その周りの遊ぶ、そう、あの浪人生マジ気をつけなきゃいけないのが、超誘いとか同窓会の誘いがあるから、マジ行っちゃダメだぞ、はい、あるある、はい、うん、そう、まあ、次の日も潰れます。そうで、その部分でやっぱその、うん、ね、こう大体、はい、あの浪人生の実力とやる気の話をすると、はい、まあ、実力はやっぱ低いところが指すじゃないですか、はいはい、春で上がってくるわけですよ、はいはい、だけどまあで夏で、はい、こう春からめっちゃやってる人もめっちゃ上がってくるわけですよ、はいはいはい、だけどやる気は春の時点が一番高くて、はい、武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へですね、参考書だけで大学合格 .com っていう本がありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるってことですか。分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、あの勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやるやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com、 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、え、おー、すごいですか、おー、はい、ぜひね、武田塾チャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。武田塾チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。